こんにちは、土の子です。今日は8月17日。今日のバチトレイルセンター練習台は果物の台ですね。夏っぽい果物がいっぱいっす。右端の果物からいただきます。あ、これが噂のドリアンすか。え、ドリアンあるの？真ん中かな。真ん中ココナッツだと思ってたけど違うのかな。さてと、これまでやってない台ですよね。そうだな、どっから狙うべきかな。まあ、下の滑り止めからして真ん中あたりにアーム刺すのがいいかな。これね、バッチをアームのね、お腹の部分で受けちゃうとそこで止まってしまうので、爪を押し込む感じの方がね、いいと思います。だからギリギリに爪を押し込んでみる。ほいよ、ぐーっとこう吸ったらね、下まで行ってくれるんですよね。OK、 いいじゃん。これもそうだね、下まで行こう。ギリギリまでやって、下までよいしょ。そう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 、あれね、お腹で掴もうとすると途中でね、止まってしまいますよ。いい感じ今んとこ。そしてパナポー、ナッポーをナッポーを掴めるかな。うん、よし、パイナップルボンバーやった。サンテコンプですね。もう一回やりましょう。ココナッツ、ドリアン、よいしょ。さあ下まで行ってくれ、グッと。さあ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 、いいよ、オッケーです。これ2周目のこれいけたらかなり枚数ゲットできますね。でさっきと同じようにアーム刺して、刺して掴む。うん、いいとこに転がってくれた。大丈夫だね。11枚です。これベストじゃないかな。11枚以上取れた人いますかね。さあ当たり来い、当たってくれ。おーおー、4プレイ無料、やったぜ。久しぶりの大当たりだね。さあ、じゃあもうこれやっていっちゃいましょう。再現、ほい、刺して、うん、オッケー。ああ、一番右から、一番右ドリアンなんだ本当に。おっと、ちょっと形違ったよ。どうしようかな。いや、キウイを掴んでいこう。あ、やばい。あ、大丈夫か。うん、ちょっとバナナが残っちゃうねこれね。揺らしじゃ落ちないな多分な。いやー、落ちる気配ないな。パイナップルを取って、よいしょ。あー、早かったけど大丈夫かな。あー、やばい、うっそなんでここでこんなに点数がかかっちゃうの。がっかり、せっかく当たったのに2プレイ余計にかかっちゃう。がっかりだよこれ。いけ、左に、左にポーンと左にポーンと行くわけないよねがっくし。はい、ドリアンスケガをゲットです。おしゃれプレイいっちゃうよ。さてと、しっかり取っていきましょう。はい、うん、いやー、もったいなかったな。2プレイ無駄にしてしまった。はい、コンプできました。よし、次これいきましょうか。さっきの要領で飴にアーム刺す、その後に多分こうバッチがバラバラーっといってくれるはず。まあ下が滑るからねこれね。どうなるかちょっといまいちわかんないけど、飴に刺してみます。罠かなこれ。うむ、うーん、なるほど、にゃるほど。そしたらカービィをちょっと掴んでおきましょうか。カービィを掴んで、
さてとあと2手どうしようかな。飴を掴んどきましょう。飴はちょっと取りにくいからね。そしてしっかりあれで、あれを弾いてポンプを終わりたいです。ここ弾くよ、弾く、弾くよね、ポーン。よし、それちゃんと落とさないで、頼む落とさないで。よし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 、危ない、よかった。今日も2台ポンプですね。はい、バナナとカービィたちゲットです。はい、それじゃあ今日のミーバスコーナー行ってみましょう。ふぅ、ここまで逃げればさすがに追ってこれないはずっす。異次元のゲートを通って、やばいっす。あ、これゼノブレードのテーマですね。本当になんかミョーンって出てきてるみたい。この足がなんか憎いね。ピクミンたちのね、ガチの逃げまといがなんかリアリティあるな。怖いね、でもこんなになってたら。これは忍法分身の術、どれが本物かわからないっす。おのれ、さすが忍者、汚いっす。で、この忍者たちは分身の術をして何をしてくるんですかね。攻撃してくるの、バイト君に。なんかそんなイメージが全然湧いてこないんだけど、特に真ん中の忍者ね。はい、今日はねここで終わると思います。今日は練習でうまくいって、大当たりも出て、おー、これはいけるぜと思ったけど、本番でね練習で1回もミスらなかった最初のね4枚取りが失敗して、さらにねパイナップルも掴み損ねるという大失態を犯しましたが、まあ結果としてね2台コンプできたので良かったかなと思います。今回は死んだ多いけど、かなりねいいペースで進んでますね。もうね2週連続でコンプし損ねてるので、今週はねしっかりコンプしたいなと思ってます。ということで、よかったらねまた明日も見てください。それじゃあ土の子でした。